皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は雑誌4冊です。左側から大人ミューズ通常増刊、そしてグローも通常版と増刊を購入しましたので、順番に開封していきたいと思います。それではまずは大人ミューズ通常号を開封します。はい、開封いたしました。通常版の付録はドゥーゼムクラス、シンプル&ハイクオリティ究極のミニ財布です。それでは見ていきたいと思います。こちらのドゥーゼムクラスのミニ財布なんですけど、2019年にも出ておりました。当時私も購入して使っていたんですけど、とっても使いやすかったです。でそれが評判が良くて、今回復刻といいますか再販されたということになっています。それではポイントを見ていきます。まず正面にはドゥーゼムクラスブランドロゴが、これは型押しされているデザインです。ゴールドのちょっと斜めになったおしゃれなロゴになってますね。表面の素材は合皮が使われておりまして、触った感触はつるっとした手触りになってまして、変にベタついたりせずに非常に質感は良き状態かと思います。でこの光の加減で光沢感もありまして、とても高級感が感じられます。サイズは手のひらサイズで、とても持ちやすくなっております。コンパクトなので小さいバッグにも入るのがいいですよね。正面がこちらで、横から見るとこんな感じで、後ろ側はこのようになっております。で上から見るとこのようになりまして、ここはジップ付きのコインポケットになっております。ゴールドのジップで、持ち手は合皮のものが付けられています。はい、で下から見るとこんな感じになっておりまして、角の部分も写しておきましょうか。こんな感じ、角の部分も固めになってますので、簡単にへたったりとかもしにくいかと思います。でジップ開けていきましょう。 L 字型のジップになってまして、 L 字の、はい、ジップの動きも特に問題ございません。で中開けますとこのようになってまして、仕切り付きなのが嬉しいポイントです。これくらいガバッと開きます。ミニ財布これまでいろんなの出てますけど、ここの仕切りないパターンの付録結構あるんですけどね、今回は仕切り付きなのがとても嬉しいポイントになっております。そしてメイン収納の部分はここをスナップボタン仕様になっておりまして、三つ折りタイプになっております。でこのように中はお札入れがありまして、ここにカードポケットが3つ付けられております。内側も合皮素材が使われておりまして、まあ、ここは無地の状態なんですけど、はい、とても質感、高級感があるお財布になっているかと思います。そしてこの部分の裏地はポリエステル生地が付けられてまして、ここはちょっと薄くてペラッとした状態になっております。それでは早速お金入れていきましょう。お札3枚持ってきました。お札はもちろんここに入れまして、こんな感じで収めることができます。横幅の余裕はこれくらいありますので、出し入れは特に問題なくスムーズに行えるかと思います。レシートとかですね、チケット類も全部ここですよね。続いてカード入れてきます。カードは縦に差し込むタイプになってまして、今1枚しか入れてないんですけど、結構この抵抗力があると言いますか、きつくなってますね。こっち側も、はい、あ、そうですね、結構やっぱきつめの印象です。で3枚入れるとこんな状態です。1つのカードポケットに2枚入れっていうのもできるんですけど、結構ですね、はい、きついので、はい、2枚ずつぐらいが限界かなと思いますので6枚ですね、はい、こんな感じで2枚ずつ今入れてみました。こう指を入れてこうスライドさせて取り出すような状態ですね。真ん中は一番きついんですけども、両サイドはまあなんとかいけるかなというとこですね。はい、これくらい入れまして閉じてみますと、はい、このように収まる状態になってます。はい、まあ、これくらい入れてもそれほど膨らんだりしませんね。でカードもここら辺を見て分かりますでしょうか。この曲がってくる部分にかかったりとかもギリギリしておりませんので、まあ、この辺りが曲げにくいっていうこともなく、はい、大丈夫だと思います。小銭は外側にこうついているので取り出しやすいですよね。15枚持ってきていました、適当に今入れますけども、15枚入れますとこんな状態になってきます。はい、この開口も広く取れますし、仕切り付きで2つに分けたりもできますので、500円玉とかちょっと大きい方はこっちに入れて、10円1円玉はこっちみたいな、そんな使い方がいいのかなと思うんですけどね。はい、で見えやすさとしましてはどうでしょうか。はい、奥の方ちょっと見づらくはなってますけれども、そんなに深くありませんので、取り出しも容易にできるかなと思います。でこちらに関しましてはカードを入れておくこともできます。こんな状態ですね。こっち側に、
入りきらなかったカードをここに入れたいっていう方はカードポケットとしても、使うことが可能です。で、小銭入れもジップ付きなので漏れてくる心配もありませんし、この位置が上の方まで来てますので、ここからこうはみ出てくる心配もないかと思います。お札3枚、カード6枚、そして小銭15枚入れますと、このようになってきます。はい、ということで一通り紹介しましたので、最後に簡単にレジ前でのシミュレーションをやっておきたいと思います。はい、まずは外側のこのジップポケットなんですけれども、こちらは自動販売機とか、あるいはコンビニでちょっとジュースとかコーヒー買うときに小銭出すのに便利ですよね。さっと開けまして、今100円玉、50円玉と10円玉、1円玉で分けてみたんですね。そうしますと、ここから例えば100円とか150円とかですね、こう出したり、こっちから10円玉、このようにジュース買ったりとかもできます。なので、まあ、こう中央に仕切りあるのは非常に便利かと思います。ただですね、この一つ一つの開口は狭くなってきますので、まあ、ガバッと開いてるよりは多少は取りづらいかなっていう感じはあるんですけれども、このように分けておくと非常に扱いやすいので、まあ、その辺ができる方は仕切りがあった方が全然いいですよね。プラスここにカードも入れておきますので、カードで支払いたい方はここにカード入れておいてスッと出すのもいいかもしれませんね。こちらのメイン収納の方にこんな感じでカードを出すのもいいんですけど、外側にあるとより取り出しやすいかと思います。で、こちらお札使いたい方はここをこんな感じで1万円札とか5000円札とか、はい、こんな使い方になります。三つ折りなので、ちょっとこうね、折り目はついちゃいますけれども、このように入れておくことできますね。あとはカードですね。カードここからスッと抜き出して、ポイントカード、クレジットカード払いができちゃいます。で、お釣りとしてもらった場合はここにスッと入れまして、さっと閉じて、はい、まあ、こんな使い方になってきます。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はドゥーゼムクラスの究極のミニ財布紹介しました。はい、ミニ財布使ってる方は本当使いやすいお財布になってますし、見た目の高級感ですね、質感も高くなってますので、とてもおすすめのお財布となっております。はい、それでは以上で通常版ですね。来月後の予告は増刊の後にやります。お待たせしました。続きまして大人ミューズ増刊を開封していきます。はい、開封いたしました。付録はジャーナルスタンダードレサージュユニセックスで使えるおしゃれなデイリートートです。それではまずは広げていきます。久しぶりの大きめサイズの雑誌付録になってきましたね。見た目はご覧の通りブラックのシンプルなデザインです。そして正面のこちらにレサージュのブランドタグですね、ロゴが入っております。この部分は合皮のものが付けられてます。で、バッグ本体はポリエステル生地が使われてまして、ちょっとこうゴワゴワっとしたような丈夫な生地が使われております。耐荷重は約 7kg と記載されてます。で、外側には特にポケットはついてませんね。正面はついてなくて、後ろ側はどうなってますか。あ、後ろ側にここにポケットが付けられております。こちらのポケットはもちろんスマホですね。 iPhone の Pro シリーズを入れますと、あ、結構深さありますね。すっぽりと入ってくれます。ギリギリですけどすっぽり入ってくれます。そして iPhone の Pro Max 入れてみましょう。一番奥まで入れるとちょっとはみ出るようなサイズです。そしてブルボンのアルフォート入れますと、アルフォート入れるとブルボンのこのブランドロゴがちょうど見えるサイズになってますので、見た目にもこだわったサイズ感です。はい、まあ、仮に一つ入れておきますけど、スマホを入れたりとか、あと小物類もですね、深さが結構ありますので、はい、この外ポケットは嬉しいポイントです。そして、底の部分を移しましょうか。あ、たっぷり待ちですね。こんな感じでひどい待ちがありまして、やっぱり丈夫な生地が使われてますね。ちょっとゴワゴワっとした感じがありますが、角の部分はこんな状態。はい、そして横の部分はこんな感じの仕上がりですね。そして持ち手の部分ですけど、ここからしっかりと吊られておりまして、この部分はこうですね、裏側がこんな状態になってます。で、この幅もしっかり取られてますので、この後やりますけど、肩掛けも余裕でできるかと思います。幅はこうで厚みはありません。それでは上から写してますけれども、開口部分はジップではなくて、これが中央に一つついております。このパチッと留めるこれですね。で、このサイズもですね、ここほんのわずかですけれども、微調節が効くようなベルトの部分がついております。そして中の方を見ていくんですけれども、内側は資生堂を愛用しております。
それでは中ご覧ください。かなりこれは広いですね。たっぷり容量になってまして、内側の生地ポリエステル生地なんですけど、このカーキ色の内生地が付けられております。ブラックにカーキということで、かっこいい、なんかアウトドアシーンで似合いそうな、そんな仕様になっております。でポイントとしまして、内ポケットここに2つですね、ついております。あ、失礼しました、3つですね。こっち側にもついていて、幅の狭いのと、ここが広くて、こことここはほぼほぼ一緒なんですけど、真ん中一番広いです。こっちちょっとだけ狭いです。でこれ一番だいぶ狭いです。わかりやすく言うと、ここはだいぶ広いです。ここはまあまあ広いです。こっちはちょっと狭いです。3つのサイズ違いのポケットがポイントになっております。あとはですね、この鍵をつけられるこういったベルトもつけられてますので、結構長めのものをついてますので、これも嬉しいポイントですね、はい。それではまずバッグのサイズ見ておきますと、このように A4 サイズがですね、もうすっぽりと入るようなサイズ感です。立てますと、立てるとちょっとはみ出ますかね、はい。まあ、かなりの大容量と言っていいと思います。それではいろいろ入れていきましょう。まずは長財布から入れてみましょう。お財布はここにこんな感じで入れてもいいですけど、ポケットがついてますので、ここに入れてみましょうか。長財布を立て入れすることも可能となっております。はい、その他大きいもので言えば、モズさんのウィンドブレーカー入れたりとか、あとムックボでありました膝掛けのようなものとかですね、あとダウンジャケットをこう入れてみたりとか、はい、下の方にすっぽりと入ってきてくれます。あとは折りたたみ傘もここに入れてもいいですし、このポケット、こっちに細めのポケットありますので、ここに入れておいてもいいかもしれません。はい、その他ですね、ポーチですね、ミーさんのポーチを入れたりとか、ちょっと大きめのスヌーピーさんのポーチ入れたり、あとはペットボトル、まあ、こちらをですね立てて入れてもいいですし、あとステンレスボトル、あったかい飲み物も一緒にこんな感じですね入れましても全然余裕で入ってくれます。はい、さらにはエコバッグ入れたり、ハンドタオル入れたりですね、その他ですね、タブレット端末ですね、今 iPad これありますけど、11インチの iPad はここの大きめのポケットにこんな感じで入れておくこともできます。さらにこの後紹介しますけど、フェイラーの手帳ですね、これ去年のものですけれども、このタブレットと一緒にここに入れたりとか、そしてこのペンケースもですね一緒に入れておいたりとか、こんな感じで収納することできます。でこれくらいたっぷり入れまして、ここをパチッと閉じれば、はい、このように収納することできます。はい、それではバッグ持った感じを写していきたいと思います。ご覧ください。ご覧の通りかなり大きいサイズのバッグになってまして、ブラックのシンプルなデザインになってますよね。男女兼用で持てるかと思います。で正面にはレサージュの合皮のロゴが入っておりまして、正面こちらで、横から見ますとマチもたっぷりです。で後ろ側見ていきますと、ここにスマホ用のポケットついてますので、これ便利なポイントですよね。これくらいの大きなポケットになっております。で持ち手の部分もですね、ここをしっかりと吊られておりまして、耐荷重は 7kg なので、たっぷり入れても安心かと思います。で持ち手の幅もこれくらいありまして、この長さもありますので、まあ、手作業はもちろんですけど、こう肘掛けスタイルですね、で肩掛けスタイルですね、これくらいの余裕がありますので、肩掛けは余裕でできます。で生地も丈夫な生地になってますので、毎日ガンガン使える大きなバッグになってるかと思います。で使い勝手見ていきますけれども、まず外側のここのポケットですね、ここからスマホをさっと取り出せるのが非常に便利なポイントになっております。後ろ側の方がいい場合もありますけど、外側につけたい時はこうですね、こっち側にしまして、ここからさっと取り出せますんでね、非常に便利です。続いてメイン収納なんですけども、ここがガラ空き状態になってますので、ちょっと手を入れてポケットから折りたたみ傘を取り出したりとか、今ブランと出ましたけれども、鍵はここにつけておいて、はい、ここをつけたりとかできますので、長めのベルトになっているのが嬉しいポイントになっております。そして肩、これ片方外しまして、ここも外しまして、そうしますとここがですねかなり広く開いてくれますので、お財布ですね、お財布はこの内ポケットに立てて入れておきましたので、迷子になることなくここからスッと取り出せると思います。プラスですね、ハンドタオル入れたりとか、ペットボトルとかですね、水筒も入りますし、お買い物したらエコバッグとかですね、はい、そういったものも全部まとめて入っちゃう大容量になっておりますので、普段荷物多い方も安心の頼もしい収納力となっております。で肩にまたこうかけまして、はい、こんな感じの使い勝手になっております。はい、通勤通学はもちろんですけれども、旅行とかですね、一泊旅行とかにも使える
大きなサイズのトートバッグになってますので、大きめサイズのバッグ探している方はこちらおすすめとなっておりますので、ぜひチェックしてください。こちら増刊号です。お待たせいたしました。それではこちらの大容量バッグ、またピンときてない方も中にはいらっしゃるかもしれませんので、正確な容量を測定しておきたいと思います。それでは本日も参りましょう。 How many ブルボン。バッグの容量は55ブルボンです。ブルボンスタンダードレサージュ、ユニセックスで使えるおしゃれなデイリートートおすすめです。来月号の付録はこちらになります。通常版と増刊号同時発売となっておりまして、まず通常号はこちらですね。アルティザン&アーティストフルスペック搭載高機能スクエアポーチです。はい、こちらが通常版なんですけれども、アルティザン&アーティスト完全監修のもと、ブランドの商品を可能な限り再現しているということだそうです。で、この表面の柄なんですけど、馬とホース種のプリントとありまして、秋冬に発売されるブランドの人気柄の、はい、リバイバルということだそうです。で、中を見ますとこちらに出ておりまして、ごちゃごちゃといっぱい入ってますけど、綺麗に整理されている様子ですよね。で、反対側バックサイドこんな感じになっております。はい、前側と後ろ側ですね。で、開くとこんな感じで自立させることもできます。メイクも取り出しやすくて非常に便利なポーチになってます。こちらが通常版の付録となってまして、増刊号はこちらです。同じくアルティザン&アーティストで、メイク好きのための最強バニティです。で、こちらの柄はシックなレッドの柄のハート柄となっておりまして、秋冬のプリントとなっています。で、ブランドロゴもですね、ここに合皮のタグですか、こっちついてますね。こっち側も同じようなついてましたけど、はい、ついております。で、中見ますとバニティの機能もすごいと。なっております。はい、こんな感じでブラシホルダーとかですね、あのルマンドも入ると思いますが、あとこういうコスメ類もですね、たっぷりと収納することできます。はい、来週はこのメイク好きのためのこの2つとも欲しくなっちゃいますよね。発売日は11月28日となっておりますので、楽しみに待ちましょう。お待たせしました。続きましてグローの通常号から開封していきます。はい、開封いたしました。付録はフェイラーのお裁縫キット付きカードケースとなっております。それでは詳しく見ていきましょう。ご覧ください。まずですね、この表面の柄なんですけど、人気のミモザソラーレ柄ということで、大変上品な柄となっております。そしてフェイラーのゴールドの片押しロゴですね、キラキラと光っております。で、正面がこちらで、後ろ側がこうなってまして、はい、ここから上から見るとこんな状態です。まあ、手のひらサイズといったサイズになってます。はい、で、こちらの、セットなんですけど、開けるときはここですね、ここをポチッと押してあげるとこのようにパカッと開いてくれまして、中のセットは、セット内容を見ていきますと、まずこちらにハサミ入ってますね。黄色のフェイラーのロゴもしっかりと入ってまして、はい、こうですね、これを外しますとこのようなハサミが入っております。続いてこちらにですね、ケースがありまして、中に針が入ってます。ここをこのようにパカッと開けまして、中にこの針が、入ってますね。はい、取り出しますとこちら3本4本ですか、入っております。はい、雑誌には縫い針2本と待ち針1本とあるんですけど、1本、これもしかして多いんでしょうかね。はい、全部で4本入ってました。続きましてこちらメジャーが入ってまして、150センチまで測ることができるメジャーになっております。裏側がこうで、はい、こんな状態ですね。そしてこの糸通しも入っております。
どちら様でしょうか。はい、そして糸も入ってまして、これ12色入っております。はい、そしてこちらこの部分にカードを入れることができるカードケースにはなるということです。でカードは今5枚入れましたけれども、それくらい入ります。カードとか名刺とか入れておくためのケースになっております。はい、といった感じのセットケースになっております。でお裁縫キット付きのこういったケースはですね、これまで付録でありました、ラブラリーバイフェイラーの美人百科の付録でしたかね、これ結構前に出てたんですけど、まあ、これとほぼ同じような形状になっております。サイズとしましては、そうですね、横幅は、はい、今回ちょっと細くなってますけど、この高さですね、高さはちょっとだけ高くなってます。でこちらのセットも似たような、はい、内容ではあるんですけど、ハサミが今回大きなハサミついてましたよね。はい、しかもフェイラーのロゴ入りの可愛いハサミがついておりました。これですね。そしてお裁縫キットではないですけれども、こういったタイプですね、爪切りとかハサミが入った、これとちょっと大きさ比較するとこれくらいのサイズになっております。はい、まあ、このタイプはですね、スヌさんのも出ましたし、ムーミンさんとか、あと今度ですねミッフィーさんのも出ますけどもね、はい、はい、こういった小さなコンパクトなケースはおすすめとなっております。はい、というわけでこちらが通常版の付録で、来月後の予告は増刊の後にやりたいと思います。お待たせしました。続きまして増刊後の付録開封します。はい、開封しました。増刊後の付録はフェイラーの2024年スケジュール帳となっております。はい、もうご覧ください。見た瞬間超可愛いカバーが、これストロベリーフィールドプティン柄になっておりまして、はい、とってもプリティな柄になっております。表面のここにフェイラーのロゴもですね、ブランドロゴがゴールドで入っておりますし、なんと言いましてもこの柄が、はい、可愛く毎日過ごせそうです。で去年のものはこちらなんですけれども、サイズ的には全く同じサイズになっております。はい、ちょっと比較もしながら今回見ていこうかと思います。でポイントなんですけれども、はい、でまずは何といってもこのカバーですね、この柄がとっても可愛くなっております。で開きますと、このカバーをですね取り外すこともできますので、他の手帳につけたりとか、はい、来年別のものに付け替えたりもできます。でさらに今年はこのカバー外したここの表紙にもフェイラーの、はい、こういった模様が柄が入っているということなんですね。で去年のものは同じくカバー外せたんですけれども、外した状態の表紙がこういった真っ白の状態になってましたので、カバー外して使いたいっていう方もしいらっしゃったら、今年はおすすめのこちらにも柄が入っております。はい、ちなみに去年のものを今年の手帳に付け替えることももちろんできます。はい、さらに今年の手帳あと2ヶ月まだありますんで、すぐにでもこの柄使いたいという方は付け替えることももちろんできます。はい、そしてここに今出てますけど、しおり色違いの2本ついております。これは去年と同じ仕様ですね。はい、では広げていきます。こんな感じで内側はピンクの可愛らしさが出ております。でフェイラー2024年で、まずはフェイラーのマンスリーパターン図鑑となってまして、こんな感じで柄の説明が記載されております。でめくっていきますと、あ、11月からもう使えちゃうんですね。あ、去年もそうでしたね。11月からもう使うことができちゃいますよ。でこのようにマンスリーのページで、ここに柄が入っているという仕様が、このようにずっと続いていくと。で月替わりでここの柄が変わっていく仕様になっております。でカレンダーは月曜始まりになってまして、こっち側が土日になってます。そしてメモスペースもね、割と広めに取られてまして、でここのメモ欄も下の方ついてます。はい、このあたりは去年と全く同じ仕様になってるかと思います。で2月3月、4月で5月行きまして、6月ですね、7月8月9月10月11月12月来まして、はい、そこまでですね。で続いてのページは週間ページになってますね、ウィークリーですね。ここも11月のここから1日が始まっております。ウィークリーは左側にこの日付ごとの
スペースが取られてまして、ここはもう全体メモ帳になっております。で、上下にこの柄が入ってまして、この柄はマンスリーページのここの柄と連動しているという状況です。で、こういうページが延々と続いていきまして、11月から12月、はい、で1月飛ばしましたけど、まあこんな感じですね、3月4月5月とこういきます。で、これが、11月12月まで来まして、はい、で最後のページ、ここですね、あ、こっちですね、ここまで来て1月5日まであります。で、その次行くと、はい、両面がメモ帳のページになってまして、これが、2ページだけですか、ここについております。で、最後に、はい、自分の名前とかアドレス書くところですね、はい、このようなページがありまして、まあ、ここで以上ですね。で、最後のページのここに去年だったらペンを刺せる、こういうのついてたわけなんですけれども、今年のはついてないですね、はい、まあ、これちょっとなくなったのは残念かもしれません。はい、その他はこの内容はほぼ同じ状態になってますね、先ほど言いましたけど、ここの違いと、あとこの表紙の裏側ですね、カバー取ってもフェイラーの柄が入っているという、その違いになっております。 あともう一つ違いありましたね。この両面メモスペースが去年は、2ページ分あったわけなんですけども、今年はこの見開きの1ページだけとなっております。はい、まあ、去年とはそういった違いが出ております。はい、でサイズ的には B6 サイズとなっております。はい、というわけでグローの増刊号の付録でした。それでは最後にグローの来月号の予告をしておきます。来月号の付録はこちら、アクアスキュータムファスナー圧縮式衣類収納バッグです。はい、まあ、ジップ圧縮するということで、ちょっとですね想像がつかないわけなんですけれども、はい、ジップは閉めるだけとありますが、閉めることでこのように薄くなってこう圧縮されちゃうということみたいです。で、このあたりに詳しく書いてあるんですけれども、まずこのジップがですね2つついているということなんですね。2層構造みたい感じで、シルバーのジップの持ち手とブラックのもの 2個ありまして、圧縮側とこの普通に荷物入れる側の2種類色違いであるので間違いないって書いてあります。で、まずはこの外側の圧縮ファスナー、シルバーの方を開きまして、今度は荷物入れる方のファスナー、黒いやつを開けますと。で、この衣類を入れまして、蓋を閉めますよね。で、その後にこの圧縮ファスナーの方、シルバーのファスナーの方を閉めますと、こんな感じで圧縮されていくみたいな仕組みだそうです。いまいち使ったことないのでちょっとピンときませんけど、そういう仕組みの衣類収納バッグとなっております。で、この物を入れたり衣類入れたりする部分はこんな感じのスペースになってまして、はい、仕切り付きの、仕分けのポケットついていたりとかで、ここにですね大きく開きますので、衣類とかバスタオルとか、はい、ブランケット入りますよと記載されてます。で、圧縮されますので、これくらいたくさん入れても薄くなりますよということで、いや、これはですねちょっと一回使ってみたいですね。どんな感じになるんでしょうか。はい、来月号の発売日は11月28日となっておりますので、こちらも楽しみに待ちましょう。はい、ということで今回は大人ミューズとグローの付録合計4冊紹介してきました。まあ、どれもですねおすすめのアイテムとなっておりますので、ぜひ早めにチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回のアイテムいいなと思ってもらいましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。